り昨日のことは夢じゃなかったんですね。じゃなかったら集まりませんもんね。私も含め、みんな平静を失いすぎていたよ。いくら少女の形をしていても、ホムンクルスの彼女が無害だとは限らない。ということさ。あの獣のような耳と尻尾を見ただろう。もしかし人を食うって、さすがにそんなことありえませんでは。ありえないことはないだろう。そもそも彼女の存在自体がありえないものなんだ。もしかするとルリ君はもう。さすがに冗談半分だよ。あくまで可能…とはいえ、ルリ君を一人にしてしまったことを後悔しているのは本当だよ。彼女の存在は未知数すぎる。何も連絡が来なかったことも気がかりだしね。誰かルリ君から何かしらの報告を受けたか？それは頼りのないのはいい頼りであればいいのだけど。